みすぼらしい格好を見るとなんだか元部下として情けない限りだわ。底辺職の貧乏人はとっとと帰って仕事しなさいってこと。3年ぶりに元上司に再会し、こんな言葉を投げかけられた。俺は間違ったことはしていない。だが元上司はずけずけと必要以上に俺をなじってくる。しかしこの元上司は何も知らず俺のことを見下していた。この事件がきっかけで元上司は転落人生を歩むことになっていった。世の中は理不尽なことばかりだ。ただ信念を持って仕事に取り組んでいれば努力は報われると、俺はこの人生経験を通して心の底から思う。俺の名前は里田康介。若い頃の俺は世間では知られている国立大学に合格することができた。勉強することくらいが取り柄なもんで、成績はまずまずだった。田舎というと九州は鹿児島の生まれで、実家は小料理屋。父一太郎と母悦子がお店を切り盛りしていた。毎回帰省するときは飛行機を使って帰ったものだが、大阪から鹿児島はやっぱり遠い。往復運賃もかかる。遠いところでも両親は月の仕送りと学費をきっちりと出してくれた。大学時代の頃の俺はまだ恵まれていた方だった。就職活動を始める段階になると、今後のことを両親と話しておこうと一度帰省した。父はこう言った。小料理屋は生涯現役でいたい。そして俺には小さいながらも夢がある。どうだ康介、大学卒業後は手に職をつけてみないか。料理は人を笑顔にすることができるぞ、と父。お父さんは康介に一人前の和食の料理人になってもらいたいのよ。お父さんの腕は確かだし、一から教わるといいと思うわ、と母。それって小料理屋を継いでほしいってこと？両親は事業存続を見据えた上で、ゆくゆくはそうしてほしいと考えていたようだ。俺は自分の持っている考えを述べた。大阪にいるとさ、いろんな人がいてたくさん刺激を受けるんだ。鹿児島にはない活気だとか、情報量だったりとか人情だったりとか。卒業後田舎に帰ろうとか全然思ってもなかったし、今も変わらない。大阪の大手 IT 企業に就職したいと考えていた。これから成長する企業であることは間違いないし、安定性もある。今後どうなるかわからない浮き沈みが激しい小料理屋を継いでも、俺は幸せになれるとは思わないかな。両親はそれ以上何も言わなかった。小料理屋はいわゆる水商売。将来性を天秤にかけて考えて、浮き沈みが激しい職業であることを言われると何も言い返せなかったのだろう。とにかく俺は自由にやらせてもらうよ。申し訳ないけど俺の人生だから。その後俺は第一希望通り大阪の大手 IT 企業の仕事に就くことができた。両親は年を重ねるうちにだんだんと体力的にも小料理屋を営業することが難しくなっていた。昔は良かった。今の個人飲食店は厳しいものがある。父は片田舎でもコンビニや大型スーパーが充実してきたこと、そして大手の飲食チェーン店が周りに参入してきたことにも大きな憂いを感じていた。小料理屋といっても、俺が幼い頃は昼から営業し、仕出し弁当作りや出前もやっていて、近所では数少ない夫婦で切り盛りする貴重な和食のお店と人気は上々だった。大学卒業頃になると出前をやめ、お昼の営業もやめ、仕出し弁当は予約分だけを作り、夜営業だけやるようになった。それだけ体力的にも相当きつかったようである。実家の家業はますます厳しい状況となっていたが、市況を考えるとそうならざるを得ない状況だった。大手 IT 企業での仕事を決めた俺は広報企画部に入った。インターネットの環境が進化するにつれて、パソコン1台でできる仕事の幅が広がる時代となり、年ごとの売り上げは右肩上がりだった。俺は30歳で今の妻である育美と結婚し、33歳の時に一人娘の千夏が生まれた。まさに順風満帆な日々を送っていたが、実家の小料理屋は廃れていくばかりだった。気にはかけてたまに電話を入れたものだが、母は決まって、うん大丈夫だから、康介は康介でしっかり頑張りなさい、と返すだけだった。
俺も家族ができ、仕事も忙しくなってきて、あまり実家の家業のことを考える余裕すらも出てこなかった。年に正月ないしは、お盆の時期に鹿児島に帰省することはあったけれども、ただ孫の顔を見せるくらいで終わっていた。娘の千夏が小学生になった頃の帰省した時に、料理を振る舞ってもらった父にこんなことを話していた。おじいちゃんの料理ってどうしてこんなに美味しいん？千夏もわかるようになってきたか。おじいちゃんはな、誰でもお客様なんだ。美味しくて当たり前、当たり前のことを毎度のようにきっちりやってこそ信頼が生まれる。その信頼からもっともっと美味しいものを作ろうって向上心が出てくるのさ。当たり前のことをきっちりと？今はわからなくてもいい。きっと後でわかってくるようになるから。俺にそんなことを話してくれたことあったかな。そもそも俺は父が当たり前に出してくれてた料理を毎日のように食べていたから、料理一つ一つのありがたみが分かっていなかったのだ。父には父の長年修行して手に職をつけたプライドがある。母と共に小料理屋を開業して、何不自由なく俺を大学まで通わせてくれた。何人かお弟子さんも育てた。今となっては寂れてしまい、夜営業のみの小料理屋となってしまったが、それでも来てくれるお客さんのために夫婦で切り盛りしているのだから、改めて地元の人に愛される老夫婦なんだと再認識した。どうやら俺は感謝が足りていなかったようだ。うちお店手伝う、やれることあれへん？千夏偉いな。そうだな、食器拭きやってもらおうか。食器拭き？やりたいやりたい。小学生の千夏でもこんなことができるのに、興味が持てなかった俺は一切手伝うことをしなかった。今度いつ鹿児島行くん？おじいちゃんとおばあちゃんの店手伝いたいね。それからというと、何かと千夏はお盆や年末年始になると実家の小料理屋を手伝いたいというようになった。父の料理に感動を覚え、料理に興味を持ち、手伝いたいという気持ちが芽生えたのだろう。常連さんには気が利く大阪弁のお孫さんと知られるようになった。帰省時期の千夏の楽しみとなった。俺が50歳となり、娘千夏は高校3年生となっていた。妻の育美がこんな話をしてきた。千夏はね、高校卒業したら専門学校通いたいんだって。専門学校に？大学に行くんじゃなかったのか？それがね、調理師になりたいみたいなのよ。え？調理師に？そうか、親父の影響か。いいんじゃないか。千夏は小さい頃から一度決めたらそれに向かって邁進する性格だった。俺も両親には自由にやらせてもらってたから、千夏も自由にさせてあげたい。千夏の考えに俺は何も反対することはなかった。俺の仕事は順調だった。今では大手 IT 企業広報企画部の室長を務めている。今後も安泰ではあろうし、娘も専門学校に通わせることはできる。すべてが順調と思っていた矢先、まさかこんな事故に遭遇するとは。上司の高木邦子、今は広報企画部長で俺の2校上の先輩だ。同じ広報企画部にずっといて、俺を平社員から課長、そして室長になるまで育ててくれた恩人でもあった。里田さん、娘さん高校3年生で一番大変な時ね。そうですね、自由にやらせてますがね。自由にってどうされるの？調理師になりたいそうです。そう、素晴らしいわね。高木部長は家族のことまで思いやってくれる優しい先輩でもあった。室長の上は部長、部長を任せるには俺しかいないとさえ言ってくれていた。ある日午前中の会議で、高木部長を取り仕切る広報企画部のパソコンがウイルスに感染し、顧客情報を流出させてしまったという話があった。里田さん、きちんと精査して広報企画部のパソコン1台1台を。わかりました。大変なことになった。顧客情報のデータが流出してしまうとは前代未聞。俺は額に変な汗をかきながら広報企画部にあるパソコン16台をすべて精査した。だが満足のいくような結果を得られずに、3日4日と時間だけが過ぎていった。この間広報企画部は全く機能していない部署となってしまった。里田さん、あなたのパソコンから流出したのが分かったわ。そんな。高木部長が言うには、
部署の人間を総動員してパソコンを精査した結果、俺のパソコンから流出したというのだ。何の証拠もない中、どうやってそれがわかるのか。俺は不満が募るばかりだった。高木部長、もっと私に精査させていただけませんか。もう何日日が経っていると思ってるの。確証があるのなら諦めますが、納得がいきません。勝手にしたら、みんなの目を見て行動することね。部署のみんなの目は日に日にしかめっ面となり、冷たくあしらうようになった。ちょっと待て、俺は室長だぞ。なんでそんな態度を取られなくてはならないのだ。顧客情報流出は迷宮入りのまま、俺は責任を取らされて解雇されるまでに追い込まれた。突然の解雇に家族は戸惑いを見せた。俺は50歳、この年齢だとどこで雇ってくれるのやら、希望さえもない。30年で組んだマンションの住宅ローンや車のローンはまだまだ残っている。娘の専門学校の話も控えている。最悪のタイミングだった。退職後に仲の良かった部下に聞いた話だが、実はパソコンがウイルスにかかり、顧客情報を流出した大元の原因は上司である高木部長からの流出だったようである。それを原因追及のためにもたもたしている俺に濡れ衣を着せた。仲の良かった部下は高木さんにいいように言いくるめられてしまったため、俺が退職するまで何も言えなかったという。なんという女だ。あんなに優しかった上司が。人としてありえない。俺は怒りに震え、訴えてやろうと思ったが、たとえ仲が良かった部下でも信憑性には乏しいものがあり、確証はない。俺はただ一人涙しながら途方に暮れていた。信用している人にはめられた、裏切られたなんてことはただの一度もなかったからだ。今後のことを妻の育美と話すこととなった。マンションのローンや車のローンも残っているわ。私はずっと専業主婦でいるし、何の資格もなければ働いたことすらない。いよいよ厳しい状況になってきたな。ずっと大手 IT 企業にいた俺は50歳になって転落すると精神的に脆いものがあり、家族に申し訳ない気持ちでいっぱいだった。二人で話している中、隣の部屋で話に聞き耳を立てていた娘の千夏がこんな提案をしてきた。鹿児島に移り住んだらあかんの？小料理屋を盛り上げるって面白いと思わへん？何を言ってるんだ。精神的に参っていた俺には、千夏の言葉はまるで子供のたわごとに聞こえた。千夏、それも面白いかもね。と育美、二人して何を言ってるんだ。もう廃れてる小料理屋だぞ。周りにはコンビニや大手スーパー、飲食チェーンが所狭しと立ち並んでいるんだぞ。うち鹿児島好きや。おじいちゃんおばあちゃんはもっと好きや。好きやって、好きだけで生活できると思うか。やってみな分かれへんやん。まさか千夏にそんな考えが。だが今の俺には考えが思い浮かばない。実家の母に電話をかけた。もしもし、お母さん、実は会社で。俺は事情を話した。会社の出来事や今の現状を事細かに。あら、そう。それだったら鹿児島にいらっしゃいよ。え？複雑に考えてしまう男一人とシンプルに考える女三人ってこうも違うものか。その年の3月、あと10年ほどローンが残っているマンションを売り払い、車も売り払った。家具や家電を整理し、必要ないものは断捨離し、一家三人は鹿児島に移住することとなった。母は実家の空き部屋をきれいに掃除してくれて、一家三人が気持ちよく住めるようにしてくれていた。千夏は鹿児島にある調理師専門学校に通いながらお店を手伝うこととなり、俺も渋々ではあるが父に料理を一から教わることとなった。育美は近所のスーパーにパートとして出かけることとなった。父は74歳、母は72歳、その間に50歳の俺が入り、お店を切り盛りするという構図だ。初めはとても恥ずかしかったが、学生である千夏が時折手伝ってくれることでお店にも活気が戻ってきた。あら、あの大阪弁のお嬢ちゃんがこんなに大きくなって。よう来てくれはって、ほんま大きにありがとうございます。幼い頃から千夏を知っている常連さんはさらに可愛がってくれた。お店の売り上げをどうにか上げられないかと、俺は大手 IT 企業の広報企画部の経験を生かして、世の中にこの片田舎の小料理屋を知ってもらうべく
ホームページや SNS を通して知名度を上げるよう試みた。おじいちゃんおばあちゃん見てや、調理師免許を取ったで。うちもっともっと頑張るさかいな。いっぱい仕事振ってや。千夏が専門学校を卒業した頃にはお昼の営業を復活させ出前も取るようになり、売り上げはどんどん伸びていった。父が言う当たり前のことをきっちりとという言葉がいつしかお店のキャッチフレーズとなり、それを積み重ねた結果、今日のように人から信用を得られたのである。76歳の父はいつしかマスコミにも取り上げられ、世間的に少し有名な和食料理人となった。ある時、父に全国で開かれる飲食店セミナーの講師になってもらいたいという話が来たと、電話を取った母が俺に話してくれた。父は今や有名人、最近ではちゃっかり本まで出しているから笑える。担当の方が片田舎の小料理屋に挨拶に来るというのだ。初めてのことに両親は多少緊張しつつも心を躍らせていた。楽しそうな老夫婦を横目に、俺は足りない食材を買い出しに近所の市場に出かけることにした。もう鹿児島に帰ってきて3年になるのか。今では帰ってきて本当に良かったと思っている。市場で野菜売り場を見ていると思わぬ人から声をかけられた。ひょっとして里田さん？え、高木部長？なぜここに？大阪の大手 IT 企業の元上司が鹿児島の片田舎で出くわすとは。企業情報につき特に話すことはないと軽くあしらわれたが、俺のことをずかずかと聞いてくる。今俺は実家の家業を手伝っています。あまりいい服装ではないわね。今はスーツは必要ではないですし、こんな服装でも一応仕事はできてるんです。そう、顧客情報漏洩の話悪かったわね。過去にはめられて責任を取らされ解雇に追いやられたことなど、今の充実感を思うとどうでもよかった。でもあの話のおかげで私は今の会社の常務に就くことができたの。あの話のおかげ？俺のおかげで常務になり上がったってか。それは良かったですね。そんな私とは対照的にあなたのそのみすぼらしい格好を見るとなんだか元部下として情けない限りだわ。どんな仕事をしてるんだか。そうですね、こちらも仕事がありますので失礼しますね。過去のことは水に流そうと考えていた俺は、その水が逆流し一気に怒りで燃え上がりそうなくらいになっていた。そうね、身をわきまえて底辺職の貧乏人はとっとと帰って仕事しなさいってこと。ではごきげんよう。言わせておけば高木邦子め、あんな傲慢ちきな人だったか。とても見下された気分になり、嫌なことを思い出したくない俺は逃げるようにその場を去った。イライラしながら食材の買い物を済ませて、お昼営業前に市場で立ち食いうどんを食べてお店に戻った。お店の中のことは千夏一人が仕込みをしていて、裏の勝手口から入った俺は足りない食材を手渡した。企業の方来てはるで。おじいちゃんほんま有名人やな。と千夏、父と母、そして女性と男性の4人で一緒に座って面談していた。調理場から俺は様子を見ると大声で叫んでしまった。え、高木さんなぜここに？里田さん、あなたのご実家だったの？飲食店セミナー講師の話はまさかの俺が働いていた大手 IT 企業の企画だった。俺は席から離れたところで話を聞くこととなった。そうでしたか、あなたが康介の上司の高木さんでしたか。と父、もう一人の男性は共同企画しているお偉いさんというではないか。つい1時間前に身なりのことで見下され、貧乏人扱いされて腹が立ちもやもやしていた俺だったが、ここは冷静にお店の知名度や売り上げを伸ばせるチャンスかもしれないと思い直し、少しは大人の対応をしようと。父さん、悪い話ではないと思うよ。やってみる価値はあるんじゃないかな。うん。父は母と目を合わせた。二人ともうなずいた。なるほど、高木さん、息子を解雇に追いやったあなたの話は聞いている。解雇に？高木さんまたどうして？と隣の男性お偉いさん。いや、これには事情がありまして。何の落ち度もない立場の弱い息子に濡れ衣を着せ貶めて、名刺を見る限り今は当時の部長から常務になられておられるようだ。
濡れ着のを着せるなんて、私はそんな。わかりました。この話はなかったことにしましょう。当たり前のことを当たり前にできない人とは一緒に仕事をするのは難しい。他を当たってくれますかな。里田様、とても大きなイベント企画なんです。お店の今後もプラスに働くと思います。どうか今一度お考えのしください。と高木さん、どうやら年末の大イベントでたくさんある予算の中での企画に、ちょっとした有名人である父は外せない人選だったようだ。だが父は決して首を縦に振ることはなかった。目先の利益よりも信頼関係が築けているお客さんのために働くと調理場に戻ってしまった。母もどうぞお引き取りくださいと仕事に戻った。その後、共同企画の二人組は何度か手紙をよこしたが、それを読むなり父は破り捨てていた。和食の料理人である父は何よりも信頼関係を大事にしている。信頼関係とは一朝一夕には作れないものだ。時としてふとしたことで信頼関係は砂上の楼閣のごとく崩れ去る。だからこそ仕事上では当たり前のことを当たり前にできない人は許しがたいのだ。目先の利益よりもずっと自分の志を大切にしてきた。有名人になった父は決しておごることなく常に謙虚だ。息子として俺は見習うことがたくさんある。年末に行われた全国飲食店セミナーは後に失敗に終わった。人選がうまくいかなかったことも原因ではあるが、運よく常務になり上がった高木さんは一番やってはいけない不正取引する人になり下がってしまい、不祥事続きで信用ならぬ人となり、しまいには訴えられて解雇されてしまったと仲の良かった元部下から連絡があった。因果応報とはまさにこのことだった。俺も千夏も長年料理人をやっている父にとってはまだまだ見習いレベルではあるが、一つ一つ丁寧に和食を教わった。千夏の方が料理人としてのセンスは抜群だった。小さい頃からお店を手伝っていればおのずとそうなるものなのか。興味を持ち憧れからこの世界に飛び込んだ娘にかないっこない。おじいちゃんにもっともっと教わりたい。父には何人か弟子はいるようだが、まさか実の孫が弟子になるとは思ってもなかっただろう。若さゆえに飲み込みも早く、スポンジのように仕事を吸収していく。俺はどうやら娘を支えた方が良さそうだ。俺は俺で仕事が終わってからは広報活動に力を入れた。今では日本全国から海外からのお客さんが来店するのも珍しくなくなった。両親は俺と娘千夏という新しい歯車を得て、陰ながら支えてくれる妻郁美もいて、毎日が充実し幸せそうだった。俺は今までずっとできなかった親孝行がようやくできるようになったと思えてきた。小料理屋だった店舗は新しく改装する運びとなって、20席だった席数は今では3倍の規模となり、宴会も可能となっている。父の夢でもあった小料理屋から一つ上のクラスの和食料理を提供している。やってみな分かれへんやんと千夏の言葉から始まった鹿児島移住。孫娘に見込みがあると悟った父はいい勝機だと屋号をこう変えた。割烹料理千夏と迷うことなく思い切って娘の名前を屋号にしてしまった。生涯現役を宣言している父は今や80歳で、千夏は24歳。瞬く間に二人は話題となり、お店の知名度がさらに上がったのは俺の仕掛けでもあった。広報は大事。前職での仕事がこうやって生きている。だがそれは両親の努力があってこそ。俺はほんのきっかけに過ぎない。80歳となった父は新たな夢を持つことができた。持てる限りの技術を千夏に教え、一人前の和食料理人にしようと。千夏にとって父は最高の師匠さんとなり、物を教わってはノートに書き込み、一日一日の料理修行を楽しんでいる。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。我が社は英語、イングリッシュのバイリンガルしか採用しない。日本語しか話せない底辺はゴーホーム、帰れ。自分がバイリンガルのつもりなのであろう。面接官のひどい英語混じりの罵声に俺たちはあっけに取られてしまった。Go home!
go home。 そう言いながら面接官は立ち上がり、出口を指で指し示し、ニヤニヤと笑みを浮かべている。その姿はひどすぎる英語の発音と相まって、なんだか逆に笑えてきた。なんだ、お前たちは日本語もわからないのか。さっさと帰れって言ってるんだよ。逆にお伺いしますが、あなたは面接官なのに我々の履歴書もご覧になっていないのですか。俺の言葉にバカにしたような笑みを浮かべると、彼は口を開く。そんなもの見るだけ時間の無駄だろう。一つ質問すれば無能だってことがわかるんだから。面接官は自分の質問自体に問題があったことに全く気がついていないようだ。俺はそれを知らしめてやろうと、ゆっくりと口を開くのだった。俺は西村優太、現在就職活動中である。第一志望の会社は日本の雑貨や工業製品を外国に輸出している会社である。いわゆる貿易会社だが、そこを志望しているのには理由があった。俺は以前アメリカに住んでいたことがあった。慣れない異国で暮らしている時、街中で日本製のものを見ると安心したものだった。使い慣れたものがそばにある安心感。それに加え、日本のものは高性能で使い勝手がいい。もちろん俺たち日本人の体質や体格に合わせて作られているということもあるかもしれない。しかし、そんな日本製の商品の良さを世界中の人たちに知ってもらいたい、広めていきたいという気持ちがだんだんと大きくなっていった。これから面接を受ける会社は主に日本の中小企業の商品を取り扱っている。生産数は多くないが、その分精密で質の高いものが多く、外国でも高い賞賛を受けているようだった。隠れた日本の名品を世界に発信していく、その会社の理念に感銘を受け、俺は受験を決意した。いくつものテストや面接を突破して、やっと最終選考にまでたどり着くことができたのだ。面接当日、俺は自分がとても緊張していることに気がついていた。会社の建物が近づいてくるたびに、どんどん胸の鼓動が大きくなっていくのを感じてしまう。周りの喧騒も小さくなってきて、顔が熱くなってきたと自覚していた。受付を済ますと会議室に通された。そんなに大きくない部屋には俺を入れて5人の就活生が待機している。みなビシッとリクルートスーツを着こなし、とても優秀そうに見えた。そんな彼らの中で自分が合格を勝ち取ることができるのだろうか。募集要項には募集人員は若干名としか書かれていなかったため、何人合格するのかわからない。そんなことをぐるぐると考えていると、隣に座っていた女性が俺に小さな包みを差し出してきた。大丈夫？ずいぶん緊張しているように見えたから、まだ時間には早いし、マスクの下ならわからないと思うし、飴食べます？差し出されたのはミント味ののど飴。俺は思わずその飴と彼女を見比べてしまった。彼女はニコリと微笑んで俺の手に飴の包みを乗せる。そして自分も口に飴を放り込み、マスクをしてから話し始めた。緊張しちゃいますよね。みんな優秀そうだし、早く終わればいいのにって思っちゃいます。あ、私山下渚って言います、よろしく。聞いてもいないのに彼女はペラペラと話し始める。しかし彼女の声は不思議と不快には感じず、俺はそのまま聞き続けることにした。私今までアメリカに住んでて、大学もアメリカだったんですよ。父親が日本人だから子供の頃はずっと日本にいたんだけど、アメリカに転勤が決まって高校の時から向こうにいたんです。また日本に転勤が決まって、一人で帰りたくないって言うから、私も日本の会社を受験することにしたんですよ。日本の就職活動って試験が多すぎると思いません？もう疲れちゃって大変、さっさと決めて楽になりたいわ。そんな正直すぎる彼女の様子に俺も笑みが浮かんだ。確かに書類選考からペーパーテスト、面接も1時、2時と何度も繰り返されて、やっと最終面接だ。優秀な人材を得たいという思惑はわかるが、受験生にとっては負担でしかない。正直に疲れるとか大変とか、
そういった言葉をこの場所で口に出せる彼女の強さはとても魅力的に見えると思った。あら、だいぶ緊張が取れたんじゃない？さっきまでガッチガチの顔してたもの。山下さんはそう言って笑った。そういえば顔のこわばりが溶けている。あれだけドキドキと音を立てていた心臓も今では気にならない程度。彼女のおかげで随分と落ち着いたようだった。本当だ、ありがとう。俺は西村優太、そういえば名乗ってなかったなと思って。やだ、私ったらずっと喋ってた。いつも友人に注意されるの、人の話を聞けって。いや、おかげで助かったよ。実は自分でも驚くくらい緊張してたみたいだ。お役に立てたのならよかった。俺たちはそう言って笑い合った。そこからたわいもない話をする。するとどんどんと気持ちが落ち着いてきて平常心に戻っていくのが自分でも分かったのだった。時間になり面接が始まった。面接は5人のグループで行われるそうだ。受験番号順に並ぶと俺は山下さんと隣同士だった。面接官は2人、1人の年配の男性が田中と名乗り面接が始まることを告げられた。面接官は俺たちをじろりと睨みつけ、おもむろに口を開く。では面接をスタートします。この中でイングリッシュを話せるバイリンガルは手を挙げて。バイリンガル？確か2カ国語を話せる人をそう呼ぶのではなかったか。突然この面接官は何を言い出したのだろうと思い、その意図を知るために面接官の次のセリフを待った。他の受験者たちも怪訝そうな顔をしている。すると田中は突然、オーマイガーと叫んだのだ。その声の大きさに俺たちは驚いてしまった。グローバルな社会だというのに、若い奴らはイングリッシュをスピーチすることもできやしない。ハンノー、この会社の面接を受けるというのにどうしてバイリンガルがいないんだ。大きく身振り手振りを交えて話すその様子はまるで何かの演劇を見ているようだった。まあ大根な演技だったけど、ふと横を見ると受験生がみんなドン引きしているような表情をしている。まあそうだよな、なんだか大げさすぎてドン引きするよな。この人の英語、英語ってレベルじゃないし、全部カタカナに聞こえるんだよな。英語と日本語を混ぜて話すチャラい芸能人がいたけれども、あの人よりもずっとずっと程度が低い。話す英語も中途半端な誰でも知っている英単語だ。俺たちが何をどう口を開けばいいのか分からずにいると、田中はにやりと笑って立ち上がり、出口を指さして大声を上げた。我が社はイングリッシュのバイリンガルしか採用しない。日本語しか話せない底辺は Go home! 帰れ。自分がバイリンガルのつもりなのであろう。面接官のひどい英語混じりの罵声に俺たちはあっけに取られてしまった。 Go home! Go home! そう言いながら面接官は立ち上がり、出口を指で指し示し、ニヤニヤと笑みを浮かべている。その姿はひどすぎる英語の発音と相まってなんだか逆に笑えてきた。笑いをこらえなければならず拷問にも感じる。絶対に笑ってはいけない面接なのかこれは。なんだ、お前たちは英語だけじゃなくて日本語もわからないのか。さっさと帰れって言ってるんだよ。あの、逆にお尋ねしますが、あなたは面接官なのに我々の履歴書もご覧になっていないのですか。俺の言葉にバカにしたような笑みを浮かべると彼は口を開いた。そんなもの見るだけ時間の無駄だろう。一つ質問すればお前たちが無能だってことがわかるんだから。僕以外の人は一言も発していませんよね。名前すら聞かれていない。これのどこが面接なんでしょうか。これが世界のスタンダードなんだよ。ジャパンしか知らないような底辺は黙って出ていけ。バイ。田中は面接を行う気が全くないようだ。ここでいくら争ったって時間の無駄。彼は自分の質問自体に問題があったことに全く気がついていないようだ。俺は
それを知らしめてやろうとゆっくりと口を開くのだった。履歴書をご覧になっていないようなので気がつかれていないようですが、僕はハーバード大学を卒業しました。バイリンガルではなくてトリリンガルなので挙手はしませんでしたが、日本語と英語、中国語が話せます。は？ハーバード大だと？まさかそんな。田中は慌てて履歴書を手に取っていたが、そんなの関係ない、こんな上司の下で働くのは絶対にごめんだし、後々会社や労働基準監督署にクレームを入れることだって検討している。このまま手を引く気はないが、この場にいたいという気持ちはなくなっていた。それは他の受験者も同様であったようだった。俺の隣に腰掛けていた山下さんも勢いよく立ち上がった。私はスタンフォード大学を飛び級で卒業しました。最近までアメリカにいたので英語はもちろん話せますし、母のルーツが複雑なので日常会話程度なら7カ国語ぐらいは話せますけど、御社が採用したいのは英語のみ話せるバイリンガルでしたっけ？ああ残念。他の受験者も次々と立ち上がる。他の3人は日本の大学だが、東大や京大を卒業予定の人もいるようだった。学歴だけで全てを測ることはできないが、みんな優秀な人材なのは間違いない。ただバイリンガルかどうかだけの質問で不採用にするにはもったいない人材ばかりが残っているのだと、どうやら田中も気がついたようだった。おい、何勝手に帰ろうとしているんだ。先ほどはゴーホームと言っていたくせに、俺たちを引き止めようと焦って出口の前で道を塞いでくる。大きな体を揺らして短い手を上に下にと振り回す様子はどこか笑いを誘う。そんな彼の様子に呆れて、俺は英語で言ってやることにした。彼にわかるようにゆっくりと大きく口を開いて、帰れと言ったのはあなたじゃないか。今さら何を言っているんだ。人間性を疑うな。田中はポカンと目を丸めて何も言わずに俺を見ている。もしかしたら俺の話した英語がわからないのかもしれない。あんなにバイリンガルと言っていたくせに自分は英語すら聞き取れないのか。それはとても滑稽に思えて、俺はさらに英語で話を続けた。あなたは面接すらせずに僕たちを追い返そうとしましたね。そんなこと許されるはずがない。出るとこに出て話をつけようじゃないか。あなたは英語が話せない人間は底辺と言っていたが、自分はどうなんだ。英語混じりの日本語は聞き苦しくて仕方ない。発音もおかしいし滑稽で仕方ない。いい笑い話になったよ。早口でまくし立てたせいか、田中はほとんど意味を理解していないようだった。目を白黒させて、と声を上げている。受験生たちは皆当然ながら俺の言葉を理解していたようだ。あざけるように笑って田中を見ていた。今の言葉理解しているのか。あの様子だと無理だろう。滑稽と言われているのに気がつかないなんて。自分が壊滅的な発音なのに就活生にはバイリンガルを求めるとか、人としておかしいんじゃないか。みな田中の態度に鬱憤が溜まっていたのだろう。そんなことをひそひそと話すものだから田中は頭に来たようで、顔を真っ赤にしてわめき散らしている。俺は英語を話せるんだ。決して英語が下手だから取引先とは関係ない人事部にいるわけではない。ここにいるみんなが、あ、そういうことだったんだと理解した。こんなところで暴露しちゃうなんて、おそらくコンプレックスだったに違いない。そういう人間こそ自分をできる人間に見せようと変なことをしちゃうものなのだと知ることができた。そんな時、山下さんはもう一人いた面接官の方に歩み寄っていった。すっかり忘れていたが、面接官は二人体制。田中ばかり目立っていたが、もう一人椅子に座ったままじっと動かずにいた男性がいたのだ。増田さん、今のことちゃんと社長に報告してくださいね。増田さんって、あの人は今まで口を開かなかったから名前なんて知らないはずなのに、社員証だってつけていないし。俺はそう思っていたが、増田さんはしっかり、ああ、とうなずくと胸元からスマホを取り出した。そのスマホは画面が通話中となっており、そこに表示されていたのは社長という文字。表示はスピーカーになっていたので、俺たちの声もよく拾っただろう。もちろん
田中の声も。今までの面接のやりとりが社長に聞かれていたのだと全員が理解できたのはすぐのことだった。どういうことだ、マスター。田中は増田さんに詰め寄るが、増田さんは田中の顔の前にすっとスマホを差し出した。スピーカーにされたスマホから落ち着いた男性の声が聞こえる。この声の持ち主がきっと社長なのだろう。今までのやりとり、面接の最初からすべて聞かせていただきました。その言葉に田中の表情は真っ赤から真っ青に一転した。増田さんは画面を操作し、ビデオ通話にすると、スマホの画面を俺たちに向けた。画面に映っているのは、メガネをかけた穏やかそうな初老の男性。彼が社長なのだろう。俺は社長からの指示でずっと通話をつないでいたんです。田中さんは全く気がついていなかったみたいですけど。そうだろう。社長が聞いてるとわかれば、あんな横柄な態度で面接は行わないはずだ。まあ、面接と言えるのかどうかもわからないほど、ひどいものだったが。社長は、これから会場に向かうから、俺たちに待っていてほしいと告げた。もちろん、田中にも念押しするように、絶対にそこを動くなと、強い口調で言った。ほどなくして現れた社長は、まず最初に俺たちに向かってすぐに頭を下げた。うちの社員が、大変失礼な面接をしてしまって、申し訳ありません。非はすべてこちらにあります。自分よりもずっと年上で、立場が上の人から、こんな風に頭を下げられる経験なんて、人生初めてだった。それは他の受験生も同じようだ。俺たちは、どうすればいいのかわからない様子で、お互いに顔を見合わせた。顔を上げてください。そんな、社長さんが悪いんじゃないので、お願いします。俺はそういうのが精一杯だった。他の受験生もそのようで、俺と同じようにお願いしますと逆に頭を下げていた。社長は俺たちに向き直ると真剣な眼差しで俺たちのことを一人一人しっかりと見つめた。後日また面接の機会を設けます。ぜひもう一度面接させてほしい。もちろんあなたたちには断る権利があります。こんな会社は嫌だと思われても仕方のないことを我々はしてしまったのだと思っていますが、君たちのような優秀な人材を手放してしまうのは、こちらとしても心苦しいのです。どうか、もう一度チャンスをいただけないだろうか。いえ、そんな、ありがとうございます。思っても見なかった社長の申し出に、俺たちはまた頭を下げる。社長は田中と違い、ちゃんとした人のようだ。真摯な人柄が伝わってきた。実は、彼のことは他の社員からも相談を受けていてね。社長は田中の方を視線で示しながら話し始める。田中はぎくりと体をこわばらせたように見える。顔は真っ青で冷や汗が流れていくのがわかるほどだった。彼は今年から採用面接の担当になったのだけど、これまで新卒の採用面接に合格した者が全くいなかったことに疑問が出てね。調べてみたら彼の一存で不合格になっていたことが分かった。みな素晴らしい経歴の人たちで、例年なら合格するであろう人材だ。これはおかしいのではないかと社内から声が上がった。田中が面接を行うのは最終面接のみであり、一時二次面接は他の人が担当していたらしい。最終面接はほとんど入社の意思を確認するようなものであり、例年であればそこで不合格になることなんてほとんどない。おかしいと声が上がるのは必然だったんだろう。そこで今回一緒に面接を担当するという増田君にお願いして、様子がわかるようにしてもらっていた。そうしたらこのざまだったということだ。社長はぎろりと田中を睨みつけた。圧力のある目力というのはこのことを言うのだろう。自分に向けられたものではないというのに、俺は背筋が凍ってしまうような気持ちになってしまった。田中はすくみ上がって後ずさり、あろうことか逃げ出そうとしてきびすを返す。しかし近くにいた増田さんが田中の腕をつかみ、ぎゅっと押さえつけて逃げられないようにしていた。振り払われたら今度は田中の腰にしがみついて離さない。増田さんの執念のようなものを感じるほどだった。離せ
マスター、お前部下の分際で絶対に話すもんか。お前の横暴さにはもううんずりなんだ。俺だって平和な会社員生活を送りたいんだ。マスダさんはそう叫ぶと、ますます力を込めて田中を抑え込んだようだった。とてつもない恨みを感じるのは気のせいだろうか。田中はうめき声を上げながら逃げようともがくが、次第に諦めたらしい。ぐったりと力を抜いてその場に座り込んでしまった。社長、違うんです。私は新卒の彼らに諦めない強い心を持ってほしいと思っていまして、あえて強めの言葉を選んで面接を行ったんです。それ以外の意図はありません。おう、それで？田中を見つめる社長の目は冷たい。社長だけではなく、その場の全員が田中に冷たい視線を送っていた。今の若者は我慢が足りません。嫌なことをさせられた、言われたと言ってすぐに仕事を辞めてしまう。そんな人物が入社したら会社にとって大きな損失になります。ですから古いにかけて優秀な人材を確保しようとしたのです。先ほどの通話を聞いていたら、彼らの出身大学さえ把握していなかったようじゃないか。履歴書すら見ないとはどういうことなんだ。履歴書などを先に見ると先入観が出てしまいまして、その人となりを見られないのではないかと。一次面接、二次面接では人となりは見られなかったと。君は意味がなかったというのかね。そういうわけでは。うちの会社の入社試験はどういうものか知っているか。かなり難しいと言われているのだが、それらに合格した彼らが優秀ではないと。いえ、そうではなくて。ではどういうことなんだ。社長は淡々と落ち着いた口調で田中を追い詰めていく。最初は流暢にあれこれ言い訳をしていた田中も、次第に声が小さくなり、口ごもって何も言えなくなっていった。高橋慎一郎。田中が何も言えなくなり、しんとなったその場に女性の凛とした声が響いた。一歩前に出て声を上げたのは山下さんだった。田中がはっと顔を上げて、青ざめた顔で山下さんを見る。その表情は明らかにその名前に心当たりがあると言っているようだった。どうしてその名前を。高橋慎一郎の娘さやかと私は親友なの。彼女から相談を受けていたのよ。父親が自分の就職のために賄賂を配ろうとしているって。賄賂？俺は思わず口に出してしまい、慌てて口をつぐむ。山下さんは一瞬こちらに視線を向けたが、気にしない様子で話を続けた。さやかから聞いたのは、ここともう一つ別の会社。もう一つの会社は担当者が受け取らずに計画が頓挫したと聞いたわ。でもあなたは受け取ったみたいね。そうでしょ？だから他の受験生を落とそうとしたんだわ。そうじゃなきゃあんなありえない面接をするはずないもの。どうやっても合格させるつもりがないなら、わざわざ面接なんてする必要ないもんね。だからさっさと返そうとした。そうでしょ？違う。俺から言い出したことじゃない。高橋が、俺がこの会社の人事担当だって知ったら、勝手に金を300万も渡してきたんだ。だから俺は仕方なく。田中のその言葉は山下さんの言葉を肯定しているとも同然だった。自分の失言に気がついたのか、顔が青色を通り越して土系色になっていた。社長はまた田中を淡々と追い詰めていく。優秀な受験生をみんな不合格にしたのは、高橋の娘を採用するために邪魔だったからか。それは。他の受験生が採用されれば、高橋の娘が採用できなくなるかもしれないからな。金を受け取った以上、それができなくなるか。それはその通りで。田中、お前は何をやっているんだ。社長の怒声がその場に響く。田中はこうべたれて社長に土下座を始めた。申し訳ありませんでした。謝れば済む問題か。お前がやったことは会社にとって不利益でしかないんだぞ。はい、申し訳ありません。ただただ頭を床にこすりつけて同じ言葉を繰り返す田中に対し、何を言っても無駄だと思ったのだろう。
社長は一つ息を吐いて姿勢を正した。高橋の娘のさやかさんは常識的な人だったよ。お前と違ってな。社長の言葉に驚いた様子で田中は顔を上げた。なぜ高橋の娘を知っているのかとでも言いたそうな表情をしている。そこの彼女、山下渚さんのお父さんと私は昔からの知り合いでね。彼女を通じてさやかさんからも相談を受けていた。父のしていることを悲しんで、うちの会社は受験しないと言ってきたよ。お前の受け取った金はそのうち返還を求められるだろう。そんな、今までしてきたことは全て無駄だ。社長はがっくりと肩を落とした田中にさらに追い打ちをかける。田中、お前は懲戒解雇だ。荷物をまとめてさっさと会社から出て行きなさい。そんな、私は今まで会社のために身を粉にして働いてきました。それなのに。今までの君の態度を私が何も聞いていないと思っているのかね。そこにいる増田君をはじめ、自分の部下にどんな態度をとっていたのか思い返してみなさい。君のような傲慢な社員は我が社には必要ない。もう顔を見せるな。不愉快だ。社長の冷徹な表情は田中のメンタルもゴリゴリに削ったらしい。田中は肩を落とし、ノロノロとその場を去っていった。彼が会社に戻ってくることはその後なかった。社長は俺たちに再度謝罪をし、後日今まで不合格になった人たちと共に面接を受けることになった。みな優秀だからおそらく合格するだろう。君たちが嫌でなかったらぜひ一緒に仕事がしたい。そう言って優しく笑う社長は、先ほどの冷徹な目で田中を追い詰めていた人とは同一人物だと思えなかった。帰り道、俺は山下さんと同じ方向だというので途中まで一緒に帰ることにした。いやー、あの時の西村さんかっこよかったよ。英語で田中を追い詰めていくのすごくスカッとしちゃった。山下さんこそ面接前に緊張をほぐしてくれただろ。そのおかげだよ。ありがとう。照れちゃうじゃん、もう。俺たちはそう言って笑い合った。山下さんは笑顔が可愛らしくてとても話しやすい。同じ受験生でライバルとも言える俺に声をかけ、心配してくれた彼女が、俺はとても気になっていた。しかし気になることが一つあった。それは彼女がこの会社を受験した経緯だった。彼女は社長との知り合いであり、さやかさんの相談に乗っていたという。面接を受けたのも社長の頼みで調査のためだったそうだ。ということはこの会社に入社するわけではないということで、もしかしたらここで別れてしまうともう会えなくなってしまうのかもしれない。山下さんってここの会社の面接もう一回受けるの？俺は思わず聞いてしまった。彼女は大きな目をこちらに向けてまっすぐに見つめてくる。ああ、私ね、実はもう内定もらってて。申し訳なさそうに視線を移す彼女。そんな彼女の目線は横へと向かい、彼女の細い指先が大きなビルを指し示した。あの会社なんだけど。そこは今日面接を受けた会社の隣のビル。そこは俺でも名前を聞いたことのあるような大手の広告代理店だった。彼女の優秀さを改めて痛感する。こんな大きな会社に内定をもらっているなんて俺には釣り合わないんじゃないか、そんな考えが一瞬頭をよぎった。しかし彼女の言葉が俺のそんな考えを吹き飛ばす。もしさ、西村くんが内定もらったら春から一緒に通えるかな。そう言って俺を見つめてくる彼女の方は少し赤くなっていたようにも見えた。俺は絶対に合格してみせると、さらにやる気がみなぎってきたのだった。その後無事に面接は行われ、俺は内定通知を手にすることができた。俺と一緒に面接を受けた人はみんな合格したのではないだろうか。入社式では同期の中で知った顔を見つけることができた。風の噂というか増田さんの情報によると、
田中はあの後、なかなか就職が決まらないらしい。郊外のコンビニで品出しのバイトをしていたとの目撃情報があったとのことだ。田中のやったことは業界内でかなり有名になった。上層部でも情報共有が行われたらしく、どの会社に履歴書を送っても門前払いの状態だそうだ。増田さんは人事部から移動して、今は俺と同じ部署で働いている。面接の時は全く喋らなかったから、寡黙な人だと思っていたけれども、実はかなりの饒舌だったらしく、彼のおかげで部署内のコミュニケーションが取りやすくて、仕事がはかどり、俺もすぐに馴染むことができた。社長の人柄なのか、社内の人たちはいい人ばかりで、田中ばかりが異質だったのだと気がついた。あの時、早まって面接を切り上げて帰らなくてよかったと、改めて思うのだった。俺は会社の帰り道、山下さんと待ち合わせをしていた。食事をしたり、お酒を飲んだりしながら、近況の報告や仕事の相談、愚痴など、様々なことを話して、楽しい時間を過ごしている。彼女から聞いた話であるが、あの父親が暴走した高橋さんは、賄賂の効かない地方公務員として就職したらしい。父親から離れたいと、内緒で遠くの県で受験をしていたそうだ。父親が暴走したが、彼女自身はとても優秀な人だという。親友と会う機会が減るのは寂しいけれど、自分がアメリカにいた時だってそうだったし、いつでも LINE やビデオ通話で話ができるから、と山下さんは笑っていた。彼女はとても頭の回転が速くて、知識が豊富であり、話していると話題が尽きない。あっという間に時間が過ぎてしまい、終電になってしまうこともしばしばある。そんな彼女はとても魅力的なので、いつ他の男に奪われるか気が気じゃない。早く自分の気持ちを伝えたいと思っているけれども、この気やすい関係性も心地よく、なかなか言い出せないのが今の悩みである。山下さんはお母さんがメキシコとアメリカにルーツを持つせいか、視野が広くグローバルな価値観を持っている。彼女と話していると自分の価値観の狭さに気がつくこともあり、毎日が新しい発見だ。多様な価値観を受け入れて理解していくことは、自分の仕事の上でもこれからの社会にとっても大切なことだと思う。俺の夢は世界中の人と関わる仕事をすることだ。世界には自分では思いもよらないような価値観を持つ人たちもいる。育ちや環境が大きく違えば、考えも変化していくものなのだ。その価値観を尊重し、分かり合うために、もっともっと成長していきたいと、改めて思う毎日なのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お水の味もご理解できないのでしたら、繊細なお料理のお味など、わかるかどうか心配ですね。あら、言っている意味もご理解できませんか？では、あなたたちにもわかるような言葉でお伝えしますね。ド貧民には、うちの料亭の味なんてわからないだろうから、水しか出しません。これで、わかっていただけましたか？仕事帰りの岐阜と一緒に訪れた料亭。そこのおかみが、岐阜の身なりを見て、そう見下して笑った。しかし、彼女は何も知らなかった。岐阜がどんな人物なのかということを、そして、その言葉が命取りになるということを。俺は稲垣匠。3ヶ月前に妻の真由と結婚したばかりの新婚だ。真由とは昔からの幼馴染であり、真由の両親とも幼い頃から家族ぐるみで仲良くしてもらっていた。そのため、真由自身も俺の両親とも仲が良く、家族ぐるみの付き合いをしている。その出会いといえば、小学校に上がる前、俺の実家の隣に新築の家が建ったことがきっかけだった。毎日どんな家が建つのだろうと、工事現場をじっと見つめては、ここ誰が住むの？と両親に聞いたりしていた。実際に綺麗な家が建つと、早く引っ越ししてこないかと気持ちだけが先走っていた。そこに引っ越してきたのが真由たち家族。真由には良平くんという兄が一人いて、引っ越
越してきた当初からかっこよくて俺は憧れていた。ヨヘイくん、遊ぼう。隣同士で子供の年齢も近く、俺とマユが同級生だったことから親同士はすぐに仲良くなっていた。それに便乗する形で俺はヨヘイくんに懐き、暇さえあれば遊びに行くようになっていた。ヨヘイくんはゲームがすごく上手で、俺が全然できなくて行き詰まっていたところを難なくクリアしていた。それがかっこよくて、コツを教えてもらったりしているうちに良平くんに可愛がってもらえるようになった。当時マユとは全然遊んでいなくて、俺は新しくお兄ちゃんができた感覚で良平くんとばかり遊んでいた。しかし当たり前だが、ずっとそんな生活が続くわけじゃない。良平くんの年齢が上がるにつれて忙しくなってしまい、遊んでもらえないことが増えてしまった。その度に声をかけてくれたのがマユだ。お兄ちゃんはまだ学校だよ、マユと遊ぼう。でもどうせゲームでしょ、マユも得意だよ、教えてあげる。言葉通りマユは良平くんに鍛えられているのか、俺よりもゲームが得意だった。そのため自然と良平くんが忙しい時はマユと遊ぶようになっていた。マユとはほとんど男友達のような感覚で接していて、多分マユも似たようなものだったと思う。お互いまさか将来結婚することになるなんて夢にも思っていなかった。マユを初めて女子として意識したのは中学生の時だ。自分と違うスカートの制服を着ているところを見て、初めて、そうか、マユって女子なんだったっけ、と認識した。今までは家族のような、男友達のような、そんな風にしか思っていなくて、女子だと思っていなかったため、急に意識するようになってしまって、うまく話せなくなってしまった。たくみ、どうしたの？いや、なんでも。何？具合でも悪いの？そんなわけ、悪い。ちょっと用事。今まで一度もそんな風に見たことがなかったのに、一度意識してしまえば可愛らしい女の子にしか見えなくて、俺は一体今までマユとどう話してたんだっけ、と変に意識してしまって、今まで通りに接することができなくなってしまった。ちょっとたくみ、最近どうしたの？私のことあからさまに避けて。いや別に避けてなんか。嘘、変によそよそしいっていうか、絶対今までと違う。なんで急にそんな態度取るようになったのよ。私なんか匠に嫌われるようなことした？違うんだ、そうじゃないんだよ。じゃあ一体何なのよ。ある日マユに問い詰められて、俺は自分の気持ちを正直に言うことにした。マユを初めて女子だと認識した。そう伝えるとマユは途端に悲しそうな表情になる。その表情を見た瞬間、俺は胸が苦しくなった。そしてそれが恋心であることを自覚した。しばらくお互いよそよそしい雰囲気で気まずさがあった。だけど気持ちを自覚すると、今度はこのまま自然に疎遠になっていくのが怖くなって、俺から話しかけることが増えた。するとマユも気まずそうにしながらも返事をしてくれて、少しずつではあるが、以前のように二人で遊ぶまではいかなくても一緒にいる時間が増えた。そして、マユへの気持ちを自覚してから数ヶ月後。俺、マユのことが好きだ。勝手に意識して、避けたりして都合が良すぎるのは自分でも分かってる。だけど、好きなんだ。俺は勇気を出してマユに告白した。絶対にマユには断られると思っていた。だけど、結果は OK。いいのか？自分で告っておいてなんでびっくりしてるの？いや、だって断られると思ってたから。俺自身が一番びっくりしてしまい、マユには笑われてしまう。それが久しぶりに見たマユの心からの笑顔だった。それ以来俺たちの交際が始まった。最初は幼馴染の感覚が抜けずに、恋人同士っぽさは全然なかったけれど、徐々に空気が甘くなっていったような気がする。高校や大学に進むと、当たり前だが
他にも魅力的で綺麗な女性はたくさんいた。まゆはその度に、俺が他の人になびいてしまうのではと不安に思っていたようだが、俺の心は全く揺れなかった。お前、一途すぎない？中学生の頃からずっと続いているといえば、大学の友達には驚いた顔をされた。だけど、俺にとっては眉が世界一可愛く見えるし、魅力的に見える。私のどこがそんなにいいの？そう眉にも聞かれるけれど、正直俺にはよくわからない。俺にもよくわからないけど、何それ、ひどくない？でも、俺は眉がいいんだよ。眉にしか興味ない。恥ずかしそうな眉に、俺まで恥ずかしくなってしまうけれど、本心だった。眉と一緒にいたい。眉じゃなきゃ嫌だ。ただ、それだけだった。俺たちが付き合い始めたのがバレた時も、親は騒いでいたけれど、結婚の報告をした時はお祭り騒ぎになっていた。母親同士は、やっとまとまった！本当にうちの子をもらってくれるなんて。それはこっちのセリフよ。こんな息子でいいの？願ったり叶ったりよ。と泣いて喜び、父親同士は、これからもよろしくな。でもまさか親戚になるなんてな。またうまい酒が飲めるな。式で酔いつぶれたらシャレにならないぞ。なんて言って仲良く酒を飲み交わす。ずっと家族ぐるみで付き合ってきたため、ほとんど環境は変わらないはずなのに、他人じゃなくなるというだけで、主役の俺たちを置いてすごい騒ぎようだった。結婚式ではどちらの家族もずっと笑いっぱなしで、友人たちもこんなに誰も泣かない結婚式初めてなんだけど、と苦笑いするほど。新婦の眉に至っては、お父さん、お母さん、私は匠と幸せになるから、これからもよろしくね。なんて、笑顔で新婦からの手紙を締めくくっていたほどだ。そんな調子だったため、新婚だった頃からお互いしょっちゅう実家に帰っていた。むしろ恋と呼ばれることが多く、俺たちも気兼ねなく足を運んでいた。今日も、まゆは母親たちと一泊旅行に行くと出かけていったところだ。女子会だと嬉しそうに手を振ったまゆは、今頃楽しんでいるだろうかと想像する。きっと、俺を含めた旦那の悪口大会で盛り上がっているんだろう。想像してもいいことはなさそうだからやめて、夕飯はどうしようかと考えながら帰宅する。すると、途中で車に乗ったギフと出会った。たくみ、あ、お父さん。なんか、たくみからそう呼ばれるの、まだ慣れてなくて、落ち着かないな。それは俺もだけど、一応、おじさんのままじゃねえ。まあな。それより、今帰りか？うん。お父さんは？現場の帰り？ああ、家まで送るよ。作業着を着ている義父が笑顔でそう言ってくれて、俺はお言葉に甘えて車に乗り込んだ。飯は食べたか？いや、それがまだで、どうしようかと思ってたところなんだけど、ちょうどよかった。一緒に夕飯でもどうだ？いいの？もちろん。お前の親父は今日飲み会だって言ってたし、たまには二人もいいだろ。いい店知ってるんだ。行こう。ありがとう。お願いします。俺は義父の申し出をありがたく受け、一緒に行くことにした。いい店ってお父さんは常連なの？いや、まだ食べたことはないんだ。だけど、珍しいものが食べられるはずだよ。少し山道を進んだ先、本当にこんなところにお店が？と思ったけれど、すぐに大きな建物が見えてくる。そこは由緒正しい佇まいを感じさせられる日本家屋で、俺一人だったらまず入ろうとも思えないような高級感あふれる料亭だった。今日は俺のおごりだ、安心しろ。ありがとうございます。思わず敬語になり背筋が伸びてしまうほどのお店に俺は恐縮してしまう。しかし義父の進む足取りに迷いはない。俺は慌ててその後をついていった。しかし中に入ったところで足止めを食らってしまう。お客様？え？申し訳ございませんが、そのお召し物では。接客をしていたおかみさんらしき女性が義父を呼び止め、義父の作業着を上から下まで舐めるように見つめ、その表情を曇らせていた。
岐阜はその視線をたどるように自分の作業服を見下ろして、あ、着替えてくるの忘れてたと慌てた様子を見せた。あの、もしかしてドレスコードがありましたか？なるべく穏やかな声で聞こえるように後ろから問いかけると、おかみは、いえ特にはございませんが、ただ常識としてねえと含みのある言い方をして露骨に嫌そうな表情を見せた。申し訳ないです。匠、着替えてから出直そう。すいません。着替えてからまた伺います。気を落としたように、でも申し訳なさそうにおかみに言う岐阜。しかし、おかみはため息をつきながら、いえ、結構です。ご案内いたします。と、嫌そうな顔を隠しもせずに席に通してくれた。そこは隅にある個室。大きな窓は先ほど見た庭園が見えるはずだが、場所が悪いのかこの部屋からはよく見えない。少し残念に思いながらも、お冷やを出してくれるおかみにお礼を告げる。少々お待ちください。そう言って下がっていくおかみを見送った。しかし、おかみが下がってからしばらく経っても誰も注文を聞きに来ない。呼び出しのボタンでもあるのかと思ったけれど、見当たらないし、岐阜がこの店は従業員が頃合いを見計らって注文を聞きに来てくれる店だという。とはいえ、個室の外からは時折話し声が聞こえ、従業員のものであろう足音も聞こえてくるけれど、誰も声をかけてくる気配はない。そのまま30分ほどが過ぎ、さすがに忘れられている可能性も否定できなくなった。俺はたまらず個室の外に出て従業員を呼び止め、声をかける。しかしそれでも少々お待ちくださいという返事しかもらえない。そしてそのままさらに30分が経過していた。さすがにおかしい。そう思って俺は今度はおかみを呼び止めた。すると、何でしょう。あ、お冷やがなくなりましたか。今お持ちしますね。と穏やかな笑顔で丁寧に声をかけていく。俺はそんなおかみに、いえ、注文をお願いしたいんです。もう長い時間ずっと待っています。と伝えるものの、おかみはわざとらしくため息をついた。お客様、うちの店がどういう店だかご理解できていますか？バカにしたような言葉はあまりにも失礼で、俺も岐阜も言葉を失う。おかみは、うちのお冷やは富士山の天然水を使っておりますの。それだけでも十分美味しいでしょう。そうニヤニヤしてくる。しまいには、お水の味もご理解できないのでしたら、繊細なお料理のお味などわかるかどうか心配ですね。と、笑い声を隠さなくなった。俺は我慢の限界が来て、それは一体どういう意味でしょう？と尋ねると、おかみはより一層醜悪な笑みを浮かべていた。あら、言っている意味もご理解できませんか？では、あなたたちにもわかるような言葉でお伝えしますね。土貧民には、うちの料亭の味なんてわからないだろうから、水しか出しません。これで、わかっていただけましたか？そう、高笑いし始めたおかみを見て、ついに頭に来て言い返そうとしたところで、岐阜が俺を制止する。わかりました。それでは、お水のお礼を、板長に伝えたいので、呼んできていただけますか？は？いいから呼んできてください。それとも、この店の板長は貧乏人には顔も出せないとおっしゃるのでしょうか？おかみは嫌そうな顔をしながらも、岐阜の威圧感に押されたのか、しぶしぶ了承してすぐに部屋を出ていく。いつもの温厚な岐阜はどこに行ったのか、怒った岐阜の威圧感に俺も冷や汗が溢れていた。数分して板長がやってきた。廊下から声が聞こえているものの、どこか困惑している様子の板長の声に、おかみが慌てて、いいから言ってくださいと言っているようだ。どうやら詳しい説明は何もしていないらしい。そのままやってきた板長は、岐阜の姿を認めると驚いた表情を見せた。村井社長、いらしてたのですか？え？社長？おかみは板長に視線を向け、社長って、この作業着の人がですか？嘘でしょ？こんな貧乏くさい格好してる人が社長？
頭が追いつかないのか失礼な発言を連発していく。そんなおかみを板長は黙りなさいと一喝した。村井社長、うちの従業員が大変失礼なことを申し訳ございませんでした。こちらの方はな、うちの店に魚を卸してくれている会社の社長なんだよ。村井社長がいないとうちの店は成り立たないんだ。そんな。おかみは板長と岐阜を見比べて後ずさりをした。この辺りは海が遠く、昔から川魚がよく食べられているという地域の特性がある。岐阜はそんな淡水魚を養殖する業者の社長だ。この料亭でも昔から淡水魚をメインにした料理が提供されており、その提供元が岐阜の経営する会社だったのだそう。鯉やアユ、ニジマスやイワナなど、岐阜が育てた自慢の魚たち。それらを使った鯉の洗いや鯉こく、アユの甘露煮や塩焼き、ニジマス料理などは有名らしい。そして、最近話題になっているのが、ナマズを使った料理なのだそう。ナマズは昔から食べられてはいたものの、あまり一般的ではなく、泥臭さが先行していい印象を持たれていない。しかし、綺麗な水や環境で養殖し、きちんと手間をかけて料理されたものはとても美味しいと評判なのだとか。岐阜の会社は温泉水を使った特別な養殖方法で特許を取っており、今では様々な料亭やホテルなどの飲食店に魚を卸している。それ自体は知っていたけれど、まさかこんな近いところにも卸していたとは知らなかった。しかし、そんなこの料亭の要ともいえる魚たちを卸している岐阜の機嫌を損ねたとなれば、経営が立ち行かなくなってしまう。板長がそう考えて、目に見えて真っ青になっているのが分かった。岐阜は、私はただ自分が育てた魚を食べてみたかっただけなんだけどね。どんな風に料理されているのか見てみたかった。それなのに、水しか出せないと言われてしまって、何でも富士山の天然水を使っているとか、ええ、とても美味しくいただきましたよ。嫌味たっぷりに言う岐阜の表情こそ笑顔だけれど、その目は一切笑っていない。こんなにも怒った岐阜を見るのは、俺が昔、不注意で眉に怪我をさせてしまった時以来だ。それほどまでに普段から全く怒らない岐阜に、板長は、申し訳ございませんでした、すべては私の責任です、本当に申し訳ございませんでしたと土下座した。そして立ち尽くしているおかみに目をやり、お前も早く謝罪しろと怒鳴りつける。もう申し訳ございませんでした。おかみは震えながら板長に習うように土下座した。岐阜はそんな二人を見て長い息を吐いた。私もこんな格好で来店したのは非常識だったと思います。着替えてから来るべきだった。勘違いさせるのも無理はない。ですが、それならそれで来店した時に断ってくれたらよかったのに。着替えて出直すと言った時に呼び止めたのはそちらです。どうしてこのような嫌がらせじみたことを。私があなたに何かしましたか。怒りを鎮めるように穏やかに話す岐阜に、おかみは肩をはねさせながら、実は、と経緯を話し始めた。もともとこの辺りには、この料亭くらいしか飲食店がなかったらしい。そのため、もともと様々な客層が来店していたようだが、最近はそれが少し変わっていたようなのだ。この先で道路工事があったんです。その際に、作業着を着た土木作業員の男性がよくこの料亭を利用してくださいました。ただ、彼らはその目に余るほど礼儀のなっていないものばかりで。礼儀のなっていないとは？大声を出したり、酔っ払って暴れたり。我々だけならまだ良かったんですが、周りのお客様にも絡んだりと、それなりに苦情もあり、ご迷惑をおかけしてしまったのです。それで私は、作業服を着た男性がみんな同じに見えてしまい。そうでしたか。
事情はわかりました。しかし、あなたの行いや言動は、この料亭の格を損なうものです。せっかくの料理も、あのような態度を取られては、食べたいとも思えなくなります。はい、おっしゃる通りでございます。私は、当店の従業員として、あるまじき行動をいたしました。村井様が、お見かけしたことのない方なのは、もちろんわかっておりました。お連れ様も、いつもと全く違うので、あの者たちとは別人だというのはわかっていたのです。しかし、作業着を見たら、どうしても抑えられず。いえ、何を口にしても言い訳にしかなりません。本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。おかみと板長の土下座に、岐阜はその謝罪を受け入れることにするのだった。板長とおかみはその後、お詫びにナマズ料理を提供したいと言って、部屋を出て行った。俺たちは顔を見合わせながらも、腹の虫が鳴いているため、ありがたくいただくことに。10分ほどで出てきたのは、天ぷらに金粉がまぶされたものだ。こちら、当店の名物、ナマズの金粉揚げでございます。すごい。なあ、珍しいものだろう。確かに、こんなすごい料理見たことないや。一口食べてみると、全く生臭くなく、淡白でものすごく美味しい。続けて出てきた淡水魚の刺身も美味しい。天然の淡水魚は寄生虫の危険があるため、刺身で食べるのは良くないとは聞いたことがある。これも養殖魚ならではの楽しみ方なのだろう。その後も、つみれや照り焼きなどの料理が次々に提供され、俺たちは大満足の夕食となった。失礼いたします。食後のデザートを運んでくれたのは、おかみだった。お皿の上には、水菓子と羊羹が並んでいる。それを食べながら、大変美味しくいただきました。たくさん愛情を込めて料理してくださったのが、よくわかりました。こんなにも美味しく料理していただいて、魚たちもきっと幸せでしょう。本当にありがとうございます。と、岐阜は、おかみに丁寧に挨拶をする。おかみは、岐阜の言葉に泣きそうになりながらも、床に額をつける勢いで頭を下げるのだった。デザートを食べながら、おかみと会話をしていると、何やら廊下が騒がしくなる。あの声は、申し訳ございません。一旦失礼します。おかみは、俺たちに一礼すると、部屋を出て様子を見に行った。お父さん、ちょっと見に行ってきていいかな。ああ、気になるな。そうしよう。俺たちも気になり、様子を見に行く。すると、そこには、作業着を着た柄の悪そうな5人の男性。ですから、今はお席が空いておりませんので。じゃあ待つからさ、早くしてくれないかな。こっちは腹減ってんだ。早くとおっしゃいましても、他のお客様はまだお食事中ですので。どっか空いてないの？別に、この際廊下でもいいよ。早くしてくれよ。どうやら、従業員が何度断ろうにも、早くしろとまくし立てて騒いでいるようだった。そして、その男たちは様子を見ていた俺たちに気がつき、そこの客、食い終わったみたいじゃん。片付けとか清掃とか、別にやんなくていいからさ、とにかく早く通してくれよ。と、従業員に詰め寄っている。おかみが、他のお客様のご迷惑になりますので、と、騒ぐ男たちを牽制しようとするものの。あ？俺たちだって客だろうが。お客様にそんな態度取っていいのかよ。と、落ち着くどころかさらに騒ぎ立てる始末。おかみも途方に暮れているようだった。俺はたまらずその男たちの前に出て。迷惑ですよ。やめてください。少しだけ声を張る。あ？なんだてめえ。俺に気づいた男がすごんでくる。しかし、そんなの怖くもなんともない。俺は客としてあんたたちが迷惑だと言ってるんだ。静かに食べたり飲んだりしたい客だっている。ここはそういう店だろ。あんたたちみたいに大声で騒ぐような奴が来る店じゃないんだ。そう言うと、俺の目の前にいた男性が逆上して俺につかみかかろうとする。叫んだ！
黙って聞いてりゃ説教か？うぜんだよ。そう叫ぶ男の手をかわし、逆にその腕を取って背中側にひねり上げる。てな、おい、離せ。店に迷惑をかけて暴れる客はお客様じゃない。店側にだって客を選ぶ権利はあるんだ。客だからって何でもしていいわけじゃない。いい大人が知らないのか？お客様は神様なんかじゃない。店も従業員も見下していい存在なんかじゃない。俺たちはみんな対等なんだよ。あんたたち傲慢すぎるよ。そう言って腕をひねる力を強めると、いたたたたた、ギブギブ、やめてくれ、腕折れると半泣きで騒いでいる。その様子を見て他の男たちが震え上がっていた。岐阜はそんな彼らに対して、その人は現役の警察官だよ。これ以上騒ぐようなら応援を呼ぶけど、どうする？そう告げて見せたスマホには110番が表示されていた。警察？マジかよ。俺らただ飯食いに来ただけだし、今いっぱいみたいだからまた今度にするよ。すいませんでした。男たちが次々と逃げていくのを見て手を離すと、待ってくれ。腕をひねり上げていた男も一目散に逃げていってしまった。おかみさん、もしかして彼らが？はい、先ほどお話しした者たちです。どうやら彼らが先ほど聞いた男たちのようだった。確かに悪質で、このまま放っておくわけにはいかない。彼らのことは僕に任せてください。ありがとうございます。今度またああやって騒ぐ人たちが来たら、迷いなくすぐ通報していただいて構いませんから。この先で作業をしている会社ならすぐに突き止められるだろう。会社にも抗議してやろうと誓った。何かあったら僕に連絡ください。最寄りの警察署や交番にも連絡してパトロールを強化しておきますので、ご安心を。何から何まで申し訳ないです。本当にありがとうございます。いえ、気にしないでください。おかみはやっと安心したように笑みを浮かべてくれた。その後聞いた話では、警察から会社に連絡が行き、彼らはみっちり叱られることになったようだ。もう彼らがあの料亭に足を運ぶことはないだろう。その後岐阜から連絡をもらい、今度は家族全員で例の料亭に行くことにした。今回は事前に予約しておいたこともあり、おかみが玄関先で出迎えてくれる。ようこそお貸しくださいました。こちらへどうぞ。部屋に案内してもらう途中にこっそりと、あれからどうです？と聞いてみると、すっかり平和になりまして、どう感謝の気持ちをお伝えすればいいのかと思っているところでした。そうでしたか。よかった。ぜひ何かお礼をさせてください。いえ、お気持ちだけで十分です。それでは私どもの気が収まりません。いいんですよ。その代わり、今日も美味しいお料理期待してます。それはもちろんでございます。穏やかに会話しながらも案内された個室に入る。そこで料理を注文し、待っている間に両家の両親にとある報告をした。あの、みんな、実は今日は俺たちから一つ報告したいことがあって。え、何？実は、まゆが今妊娠してることが分かったんだ。嘘、おめでとう。え、いつ分かったの？本当につい最近分かったの。それで誰よりも早くみんなに報告したくて。照れ笑いを浮かべる眉に、お互いの母親が半泣きで抱きつく。つわりはひどくないの？今日は食べれそう？うん、今4ヶ月でつわりも思ってたより軽そうなの。むしろ今は食欲が湧いてて食べたくて仕方ないくらい。あら、じゃあ食べつわりなのかしら。どうしましょう。私たちおばあちゃんになるのね。一応お刺身はやめておきなさいね。でも嬉しいわ。本当に嬉しい。おめでとう、まゆ。ありがとう。これから賑やかになると思うけど、改めてみんなよろしくね。
母親たちの喜びようがすごくて、父親たちはもはや蚊帳の外のようだったけれど、それぞれ、おめでとう、体冷やすなよ、たくみ、まゆちゃんの体調に気をつけてしっかりサポートしてやるんだぞと声をかけてくれた。おじいちゃんおばあちゃんになることがそこまで嬉しいのか、4人揃って俺たちが結婚した時よりも喜んでいるかもしれない。失礼します。そんなタイミングでおかみが現れた。注文した料理が運ばれてきたようで、俺たちは慌てて自分たちの座っていた席に戻る。するとその中に注文していない料理があることに気がついた。あの、これ、こちらは私どもからのお祝いです。実は先ほどお話が聞こえてしまいまして。あ、うるさくしてすいません。いえいえ、お気になさらないでください。鯉は昔から妊娠中に食べるとお母さんやお腹の赤ちゃんの体にもいいと言われてきたんですよ。ご迷惑でなければこちらは私どもからのお気持ちとして受け取っていただけると幸いです。それは鯉国だった。いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。俺とまゆはその心遣いに感激してお礼を告げる。おかみは以前とは別人のように穏やかに笑みを浮かべてくれていた。それを見て、本来はこのような素敵な気遣いができる人なのだろうと思った。食事の最後には、板長も顔を出して挨拶してくれた。本当に美味しかったです。素敵なお心遣いまでいただいて嬉しかったです。ありがとうございました。喜んでいただけて何よりです。また近いうちに来ますね。ありがとうございます。従業員一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。お店を出る時も板長とおかみはまたお待ちしております。ありがとうございましたといつまでも深々と頭を下げて見送ってくれたのだった。トラブルは時として人の性格まで歪めてしまう。これから親になる身としてそれは常に頭の片隅に置いておこうと思う。まゆ、行こう。うん、たくみ、今度は赤ちゃんも連れてまたみんなで来ようね。ああ。今度は赤ちゃんも連れて7人で。でもまずは赤ちゃんと俺たち3人で来よう。そうだね。お父さんたちとはお食い初めの時にしようか。まだ生まれてもいないのにそんな話で盛り上がる。それもこれもすべてまた来たいと思えるお店に出会えたからだろう。俺もいつまでも来てほしいと思ってもらえるようなお客であり続けたい。まゆの笑顔を見てそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。イクメン様なんて都合のいい言葉作りやがって。そんなに家にいたきゃずっと家にいろ。お前みたいなのが真っ先に首候補だからな。育休を終えて久しぶりに職場に出社した俺、移動してきたばかりの課長に挨拶しようとするなり彼は怒鳴り声を上げた。それを聞いていた全社員がガタガタ震え始め、やばいよ、教えてあげなよとこそこそ話している。仕方なく重い腰を上げて課長に耳打ちをしに行く。定年間際の社員、俺の正体を知った課長は、今のはなかったことにと腰を抜かす。課長はまだこの時、この後彼の人生が180度変わっていくことを知らないのだった。俺の名前は山下翔。大学を卒業してから車椅子など福祉用具を製造販売するメーカーに勤務している。俺が大学生1年生の時、一人の女性と出会った。当時アルバイトをしながら
大学へ通っていた。深夜シフトのアルバイトが風邪をひいて休んだので、急遽俺が代わりにアルバイトに入った。おかげで翌日は寝不足のまま講義に出ていた。ぼんやりと教授の話を聞いているものの、全く内容は頭に入ってこない。春の陽気と穏やかな鳥のさえずりがますます眠気を誘う中、気づくと講義は終わっていた。うわ、やばい。人もまばらになった講義室でノートだけでも取ろうと思ったが、黒板を見てがっくりと肩を落とした。今回の講義を担当していた女性講師は、色とりどりのチョークを使ってわかりやすく解説してくれると評判がいい。だけど俺は色弱と言われる色の見え方の違いがあり、赤いチョークで黒板に書かれた文字はとても見えにくいのだ。赤いチョークで書かれたおそらく大事な部分がほとんど見えない。もうこの授業は諦めるかと悩んでいると、一人の女性に声をかけられた。どうしたの？大丈夫？ノートを取り損ねちゃって。じゃあ、私のでよければノート見せてあげようか？マジ？助かります。そういうものの、席から動かない女性。見せてもらう立場なんだから、俺が行くべきか。そう思って、女性のいる机まで移動した。綺麗にお化粧して、髪も手入れされた可愛らしい彼女は、車椅子に乗っていた。講義室の机の間隔は狭い。すぐには移動できないんだろう。俺は、可愛らしいその笑顔に、ほとんど一目惚れだった。俺、山下かけるって言います。そうなんだ。私はかすみ。よろしくね。よろしく。俺、色の見え方に人と違いがあって、黒板の赤い文字が見えにくいんだよね。って言っても、今日は講義中、ほとんど寝ちゃってたのが悪いんだけど。はは、寝不足だったの？まあ。ノートを見せてもらうと、とても綺麗にまとめられていた。性格が現れているようで、俺はますますかすみのことを知りたいと思った。また困った時ノート見せてもらってもいいかな？いいよ。その代わり、この講義室を出る時は少し手伝ってほしいんだ。机の間隔が狭いからいつも入り口付近に座るんだけど、今日は空いてなくて。もちろん、俺にできることは何でも言って。はは、頼りになるな。それからも、かすみは講義ノートを見せてくれたり、成績優秀なので、勉強を教えてもらうこともあった。かすみは両足が悪く、車椅子が手放せないので、移動は俺がよく手伝っていた。大学で何度も顔を合わせて、その度助け合って、夏になる頃、俺たちは付き合うことにした。いろんなところへ遊びに行った。目線の高さに違いはあっても、見ているものは同じだった。ある時はショッピングモールへ買い物に行った。かすみは車椅子に長く座っていたのと、段差で来る衝撃の多さから腰が痛くなってしまったようで、帰る頃には口数も少なくなってた。でも、楽しかった、と笑ってくれた。ごめんと言って、腰をさすることくらいしかできないのが歯がゆかった。またある時、父親の車を借りて、二人で海へ行った。無謀だよ、というかすみに、根拠もなく大丈夫と言い、車椅子を押して砂浜へ降りた。砂浜は柔らかい中に大小いろいろな石が混じっていて、案の定、車椅子は前にも後ろにも進まなくなってしまった。あちゃ、
さすがに無理だったが、力ずくでどうにか押してみると、ビヨンと後ろにふんぞり返ったかすみが、怖いと叫んだ。俺は車椅子を諦めて、お姫様抱っこでかすみを波打ち際まで連れて行った。夕日が海面に反射して、かすみは綺麗だとはしゃいで、抱っこされたままスマホで写真を撮っていた。俺、車椅子メーカーに就職するよ。かすみに一番いい車椅子をプレゼントする。ご両親にも早く安心してもらいたいから、二人が大学卒業したら結婚しよう。うん、ありがとう。かすみは落っこちないように腕で精一杯俺にしがみついて、俺の T シャツで涙を拭ってた。大学卒業後、俺は車椅子を作る小さなメーカーに就職した。かすみも障害者枠で事務員として大手の企業への就職が決まり、毎日連絡を取り合っては、その日あった出来事を報告したり、反省会をしたり、励まし合ったりしていた。行ける場所は限られるが、少しずつ二人の思い出は増えていった。仕事に少し慣れると、お互いの両親に挨拶して、すぐに席を入れた。かすみの父親と母親は、最初は、アパートも普通のアパートでは住めない。家事だって大変だから、ちゃんとできるかわからない。普通の人より、怪我したり大変なことがある。かけるくんに迷惑をかけてしまうかもしれない、と心配してくれていたが、俺が一つ一つ解決策を伝えると納得してくれた。こんな日がこんな早く来ると思わなかった。かけるくん、ありがとう。父親が涙ぐみながら笑顔で言ってくれた。仕事も順調に覚えて、会社にもたくさんの仲間ができた。順風満帆だった。しかし、就職してから3年が経った頃、同僚が立て続けに退職を伝えてきた。この間も鈴木さんと石井さんの退職があったばかりなのに、短期間での退職ラッシュが続いた。理由は、我が社はその頃勢いよく事業を展開しており、市場占有率をどんどん伸ばしていった。そこで危機感を感じた福祉用具メーカーが破格の高待遇で我が社から人材を引き抜いていったためだった。実は俺のところにも引き抜きの声がかかっていた。給料が上がって待遇も良くなれば、かすみにも楽をさせられるかもと悩んだが、3年間自分を育てて会社を守ってきてくれた社長を裏切ることはできなかった。残ってくれた社員だってみんな信用のおける優秀な人ばかりだ。ここから巻き返そうと全員一致団結した。とはいえ、大量退職の影響はもろに出た。商品の売れ行きは好調だが、人手が足りず納品が間に合わない。生産も品質検査も手続きも夜までかかって、一人で終わらせなければいけない状態だった。トラブルがあればすぐに対応し、納品が遅れることの謝罪にも行き、会社に戻れば図面を引いた。分刻みのスケジュールに社員たちもピリピリしていた。引き受けられる残業はほとんど引き受けていたが、俺も疲れはピークに達していた。社長、俺も他の社員ももう限界かもしれません。どうにか人員を確保できませんか？俺は深夜2時を過ぎたオフィスでパソコンに向き合う社長にこぼした。申し訳ない。会社も俺も
余裕がないんだよ。社長は椅子に座ったままくるりとこちらに向くと、げっそりと痩せてひげは伸び放題、肩にはふけまで落ちていた。すっかり猫背になり、何歳も老け込んでいるように見える。俺はその社長の姿に衝撃を受けた。社長が一番精神的にもきついだろう。ここが踏ん張りどころなんだ。俺は社長にコーヒーを渡し、何も言わずに作業を続けた。そんな目まぐるしい日々が何年も続いた。実直な営業と高品質な商品のおかげで、売上は今まで以上に増えた。余裕ができたことで待遇も良くなり、入社希望者も増えた。今では売上、人員ともにそれなりの規模にまで成長した。残業を終え、静まり返った8時過ぎのオフィスで、社長がコーヒーを渡してくれた。山下くん、いつもありがとう。え、急にどうしたんですか？社長はしっかりとひげも剃って、がっしりした体型に戻っていた。あの時、山下くんが残って支えてくれたから今があると思ってる。本当に山下くんには感謝しかないよ。いえ、この会社に残りたいと思わせてくれたのは社長です。社長の仕事ぶりをそばでずっと見てたからです。そう言ってくれてありがとう。山下くんは俺の右腕だ。これからもよろしくな。俺は深く頭を下げた。この会社で頑張ってきてよかった。帰りの電車は相変わらず満員だったが、車窓から見える景色がいつもよりキラキラとして見えた。そんなある日、いつものように夕飯を食べていると、霞が見てほしいものがあると言ってきた。妊娠したみたい。取り出したのはエコー写真だった。まだ黒い粒のような写真だったが、小さな命の結晶だ。俺は幸せな気持ちで霞のお腹を撫でた。翌年、無事に女の子が生まれ、ユミと名付けた。二人で見た、あの夕暮れ時の海を思った。俺は育児休暇を取ることを前もって会社に伝えていた。会社で男性が育児休暇を取った例はなかったそうだが、妻の足が不自由なことも知っているみんなは、俺たちの先駆けとしてもしっかり育児休暇を取ってくれ、と優しく声をかけてくれた。そして今日育児休暇を終えて職場復帰の日である。霞は早起きして手作り弁当を持たせてくれ、弓を抱いて玄関まで来て見送ってくれた。俺も笑顔で家を出たが、内心は不安でいっぱいだった。霞がトイレに行っている間、弓に思わぬ事故が起こらないだろうか、慌てた霞が転んで怪我をしないだろうか、そればかり考えていたものだから、久しぶりの会社行きの電車、目的地で降り損ねるところだった。後ろ髪を引かれながらも職場へ向かった。職場に到着し、まず社長にお礼の挨拶に行った。社長、育児休暇いただきありがとうございました。おかげさまで妻も私も安心して過ごすことができました。それはよかった。奥様も大変だっただろうけど、山下くんも慣れないことばかりで大変だっただろう。お疲れ様。ありがとうございます。復帰したからにはこれまで以上に頑張っていきます。俺は深く頭を下げた。社長は子育てについてねぎらいの言葉までかけてくれた。それがとても嬉しかった。事務所へ着くと、お帰りなさいと社員が拍手しながら
温かく迎えてくれた。俺のいない間のこと、トラブルが起きた時にはみんなで力を合わせて、時には社長までチームに入ってくれて乗り切ることができたんだと言っていた。本当にこの会社の人たちはいい人ばかりだな、そう思った。そんな中、課長席に座る一人の男性が目に入った。俺の視線を向けた先に気づいた社員が、あの方はちょっと前に移動してきた新藤さん、課長です、と教えてくれた。新藤課長はこちらに目を向けることはないが、明らかに不機嫌な様子で腕を組んでいる。俺は腕を組んで座っている新藤課長のもとへ近寄る。初対面なので挨拶をしようと思った。すると新藤課長はこちらを見ることもなく、ブツブツとつぶやき始めた。男が育児休暇？これだから若いやつは。男は外に出て働く、女は家で家庭を守る。生物ってのはそういう風にできてるんだよ。ったく世間知らずが。あっけに取られ、何も言えずにいると新藤課長は舌打ちをした。俺は慌てて挨拶をする。あ、はじめまして、山下です、よろし。新藤課長はバーンと大きな音を立てて机を叩き立ち上がった。そして事務所内に響き渡るくらい大きな声を上げた。イクメン様なんて都合のいい言葉作りやがって。そんなに家にいたきゃずっと家にいろ。お前みたいなのが真っ先に首候補だ。え？初対面だったし、育児休暇をもらっていた身なので強く言い返すことはできなかった。その様子を見て新藤課長は満足げにニヤニヤしている。それを見ていた社員たちはガタガタと震え始める。そしてひそひそと話していた。やばいよ、誰か教えてあげなよ。じゃああんたが教えなよ。無理無理、何言われるかわかんないじゃん。すると見かねたように定年退職間際の藤原さんがのっそりと新藤課長のもとへ歩いていった。新藤課長、山下さんは部長ですよ。それも次期専務。藤原さんはそれだけ言うと仕事をやり遂げたように誇らしげに席へ戻っていった。それを聞いてガクガクと机に倒れ込み腰を抜かしそうになる新藤課長。そんな、すみません、部長。今のはなかったことに、いや、そんなつもりじゃなかったんです。新藤は真っ青になり、しどろもどろで謝った。他の社員たちは、新藤課長を哀れむような目で見ていた。出世の道が断たれたわね、というパートタイマーの声が聞こえた。新藤課長は事務所に居づらくなったのか、それからは外出の用事ばかり作り、社内にいることはほとんどなかった。しっかり挨拶もできないままそうなってしまったことは少し残念に思った。部長として仕事に戻った俺は、みんなが休みを取りやすい環境づくりを目指した。来月、有給休暇欲しいです。仕事に影響出ない範囲で頼むよ。はい、ありがとうございます。俺が率先して育児休暇を取ったことで、みんな有給休暇をきちんと消化してくれるようになった。プライベートの充実した社員たちは、日々生き生きと働いてくれた。みんな余裕を持てたようで、会社の雰囲気も和やかになり、とても良くなった。しかしその中で、新藤課長だけは
堅くなに休暇を取っていないようだった。初対面の時とは違って、会えば挨拶もするし、会話も至って普通、勤務態度も特に問題ないように見えた。気になった俺は仕事の話を終えた後、声をかけた。ところで、進藤さん、有給休暇だいぶ余ってますよね。取らないんです？ええ。それだけ言うと、進藤課長はすぐにパソコンに目を移し、忙しそうに携帯と見比べていた。一瞬、表情がこわばったように見えた。進藤さん、課長が全く休暇取らないと、部下のみんなも休暇を取りにくく感じてしまうので、ぼちぼちお願いしますね。ええ。進藤課長は、その後すぐ営業へ出て行ってしまい、別の日もゆっくり話そうとすると、わざと俺から距離を取っているようだった。仕事の話なら普通にするし、例の一件で萎縮してしまったというわけではなさそうだが、あえて休暇を取らない理由でもあるのだろうか。時代の流れでもあり、会社の方針でもある、休みの取りやすい職場を浸透させるにはどうしたらいいか、俺は考えた。とはいえ、人のプライベートにまで首突っ込めないしな。帰宅した俺が弓を寝かしつけながらボソボソ独り言を言っていると、霞が笑った。そんな寝かしつけってある？どうしたの？社員の一人がさ、有給休暇を堅くなに使わないんだよね。部下の手前もあるし、ちゃんと取ってくれって言っても、ええだけで終わり。何か事情があるのかしらね。話そうとすると逃げられちゃうんだよ。だからゆっくり話もさせてくれない。どうにもならないことでも、根気よく続けていれば、必ず誰かが見ていてくれるものよ。その結果がどうであれ、続けていくうちに、熱意は人には伝わるし、その熱意は広がってく。だから継続は力なり。霞が力強くそう言ったおかげか、ユミはパッと目を開いて大泣きした。ごめんごめんと笑う霞。俺も一緒になって笑った。あれから数日が過ぎたある日、進藤課長とは相変わらず微妙な距離感を保っていた。しかし、その日の進藤課長は少し様子が違った。普段から猛然と仕事をする進藤課長が、スマホをちらちら見てはため息をついてばかりいる。午後には大事な契約があるし、予定の変更など必要なら早めに手を打ちたいと思った俺は、進藤課長に声をかけた。どうしました？いえ、何も。明らかに動揺している。その後もたびたび声をかけるが、進藤課長は何でもないですの一点張りだった。お昼休み、昼食を終えて事務所へ戻る途中の廊下の隅っこで、深刻そうな顔で電話をする進藤課長が目に入った。電話が終わるのを待ち、声をかける。大丈夫ですか？顔色も悪いですけど、何かあるなら早退しても大丈夫ですよ。午後の契約も代わりに行きますから。進藤課長は無言で首を横に振るだけだった。ただならぬその表情に、それ以上追求することはできなかった。あくる日、進藤課長はひげも伸びたままなのをマスクで隠して、明らかにげっそりした様子だった。声をかけるが返事も小さい。ちらちらと様子を伺いながら仕事をしていたが、あまりにも目立つミスの連発に、他の社員たちもざわついている。
いよいよ見ていられなくなった。俺は仕事の口実で新藤課長を会議室に呼び出した。自販機で買った冷たいコーヒーを渡すと小さく頭を下げていた。新藤さん、仕事に響いてますよ。どうしたんです？何があったんですか？は新藤課長は笑い声なのかもわからないほど乾いた声で笑った。力が抜けたようにドスンと椅子に座り込んだ。妻に逃げられたんですよ。恥ずかしい話ですけど。え？あまりに予想外の言葉に俺は何も言えなくなってしまった。新藤課長はかけていたメガネを外しコーヒーを口にした。そして観念したようにゆっくりと話してくれた。新藤課長には息子がいる。まだ幼い息子は生まれつき病気を持っていて、何度も入退院を繰り返してきたのだそう。昨日はその息子の大きな手術の日で、新藤課長も病院に来るように医師から言われていた。しかし新藤課長は病院に行かず仕事を優先した。奥さんから連絡が来ないかずっとスマホを気にしていたが、何の連絡も来なかった。そして帰宅してみると、奥さんと息子の荷物が家から全部なくなっていた。実家に帰ります、と置き手紙と離婚届が置いてあったそうだ。俺は家族のことを愛していなかったわけじゃないんです。妻は家庭を守るために、人より何倍も頑張って辛い思いもしてるのに、俺にできることなんて仕事くらいしかなくて、昨日なんか洗濯機の回し方もわからないから朝になって慌てたもんです。朝飯のことなんて朝飯が出てくるまで考えたこともなかった。ああ用意しないと出てこないんだな、朝飯は、って一人で笑いました。コーヒーがどこにあるのかすらも知らない。そんな俺が仕事を休んで何をすればいいんですか？何もできない俺が病院に行ってどうなるんですか？もうどうすればいいかわからないんです。がっくりと肩を落とし、新藤課長は目頭を押さえた。新藤さん、今日はもう帰ってください。こんな状態ではどっちみち仕事は無理でしょう。帰って家族に気持ちを伝えてきてください。ごめんとありがとうを伝えてください。今さら会っても俺はどうすれば。そばにいるだけでいいんです。見ていてあげるだけでいいんです。顔を見て、いつもと違ったら声をかける。困ったことがないか聞いてあげてください。行動で示して、言葉で伝えてください。気持ちはちゃんと伝わりますから。新藤課長はコクンとうなずき、午後は有給休暇を使って休むことになった。新藤さん、話しづらいことをちゃんと話してくれて、ありがとうございます。この年になってもまだ気づかされることってあるんですね。言葉にするってこんなに大切なんだ。新藤課長は深々と頭を下げて会社を後にした。その後ろ姿は朝と違ってピシッと背筋が伸びていた。俺はその姿を見てほっとした。きっとうまくいく。新藤課長なら大丈夫だろう。そして一週間後、新藤課長から声をかけられ、二人で飲みに行くことにした。会社から少し離れた個室の居酒屋に到着し、二人ともビールをオーダーする。いろいろとすみませんでした。ビールの到着を待っていると、新藤課長が急に頭を下げたので驚いた。
店員がビールを運んでくる前に、なんとか頭を上げてもらった。進藤さんもいろいろ大変だったわけだし、過去のことはもういいでしょう。実は、進藤課長は自分のことを話してくれた。熱心に話すものだから、ビールの泡がすっかり消えていく。話し続ける進藤課長の表情は、とても穏やかなものだった。本当は、俺も育児休暇を取りたいと思っていたんです。もっと病弱な息子のそばにいたかったし、妻の手助けもしたかった。でも、社会に出て働く男が、そんな軟弱な考えではいけないって、古い価値観にとらわれて、休暇をもらうことが悪だと思い込んでました。実は俺が子供の頃、息子と同じように入退院を繰り返した時期があったんです。このメーカーに来たのも、病弱だった自分が助けられた業界で恩返しをしたいと思ったことがきっかけで。入院中、母はずっとついててくれたけど、父は見舞いに来ることなんて一度もありませんでした。病院でずっと母と二人で、夜には一人になって寂しい思いをしましたが、小さい頃はそれが普通なんだと思ってました。でも、成長するにつれて、他の家族のあり方に嫉妬するようになったんです。自分だけ寂しい思いをしていたことを知って、悔しかったです。でも、おかげで、何不自由なく大学まで行くことができました。だから、父親こそが正義で、人生の正解は父親なのだと思っていました。あれから、家族に会って、謝りました。今まで寂しい思いをさせてごめんと、家族を守ってきてくれて、ありがとうって。それで、二人とも帰ってきてくれることになりました。これまでの考え方や働き方が今の時代にはそぐわないんだと痛感しました。気づかせてくれた山下部長に本当に感謝しています。進藤課長は頭を下げてからふーっと一息ついてビールをぐいと飲み干し、間髪を開けずに店の呼び出しボタンを押したので俺は笑った。よかったです。家族が離れ離れにならなくて、これからはお子さんや家族に一大事があるときには仕事を調整して有給休暇を取ってください。もっと周りを頼って信用してください。みんなで助け合っていきましょう。ええ、本当にありがとうございます。改めて乾杯しましょう。ジョッキをコツンと合わせて、それからも家族の話や仕事の話を熱く語った。数年後、俺の部署では男性もみんな育児休暇を取るようになっていた。家族が病気になったり、本人が体調を崩した際の有給休暇も問題なく取ることができている。会社が大きくなったことで福利厚生も充実した。待遇の良さから入社希望も増えたことで、アルバイトや派遣を入れて、人員不足にもきちんと対応することができるようになった。特定の社員にしわ寄せがいかないように、一人で行う仕事を極力減らし、タッグを組んだり、チームで協力して行うように工夫している。障害者の雇用も積極的に行った。社長の理想は現実の形になった。やはりすごい人だなと思った。社員食堂での昼食を終えた俺は屋上に出て風に当たりながら進藤課長に電話をかけていた。もしもし、お休みのところすみません。用事があったわけじゃないんですが、どんな調子かなって気になってどうですか、育児は。いやー、こんなに大変だと思いませんでした。全然目が離せないし、やることが次から次へと。あ、こらこら、それは食べちゃいけません。こんな具合です。
あの新藤課長が子供相手に手玉に取られているような光景を想像しておかしくなった。電話を切った後も思い出し笑いしてしまいそうだった。今週末、三人で海に行こう。夕暮れの海をユミにも見せたい。やった！お出かけだ！かすみとユミは楽しそうにハイタッチしていた。そして週末になり、日没の時間に合わせて車を海へと走らせた。昔にかすみと来た自宅からそう遠くない海だ。昔と変わらない景色に懐かしさがこみ上げる。あの時はお姫様抱っこだったけど、新しい車椅子なら多分砂浜も余裕で走れちゃうよ。本当に？この年じゃもうお姫様抱っこは恥ずかしいからね。かすみは車椅子で砂浜を走ることにあまり乗り気ではなさそうだが、新しい車椅子はタイヤも改良されて、実際に足場の悪い砂場も走行できる仕様になっていた。お姫様抱っこって何？後ろに乗ったユミが興味津々に聞いてきた。後でユミにもしてあげるよ。ユミはその返事に納得していないようで、しばらく質問攻めにあった。海に着くと、海水浴場や潮干狩りスポットでもないが、週末ということもあり、カップルや家族連れの姿もちらほらとあった。ほら、あの辺だよ。パパがママをお姫様抱っこしながら、結婚してくださいって言ったの。駐車場から少し離れた波打ち際を指さす。思い出の場所だ。もうすぐ日が沈み、あの時と同じように水面に反射するオレンジの空が見える頃だ。ユミは嬉しそうに笑ってた。かすみは車から車椅子に乗り換えると、新しい車椅子の性能の良さに驚いている。本当だ。タイヤがすごくしっかりしてるし、安定感抜群だね。確かにこれなら、自走は無理かもしれないけど、押してくれたらいけそうかも。でしょ？ここに来るために、改良に改良を重ねたんだ。時間はかかったけど、サスペンションにもこだわってるから、段差でもショックを吸収してくれて、乗り心地も。あれ？ユミ？ちょっと待っててよ。ユミ、どこ行った？俺もかすみも、ユミの名前を呼びながら姿を探すが、見当たらない。たった一瞬、目を離した隙のことだった。ユミ！ユミいたら返事して！やだ、どこ行っちゃったの？駐車場出ちゃったのかな？もしかして、連れ去り？かすみは駐車場内で見れるところ見てて、俺はここの管理事務所に放送を流してもらうよう頼んでくるから、車に気をつけて。俺は辺りを見回しながら走って、管理事務所へ駆け込んだ。管理事務所には駐在員がおり、うとうととしていたので、大声で呼びかけた。すみません、駐車場で娘がいなくなってしまったんです。放送を流してもらえませんか？え、大変だ。じゃあ、娘さんのお名前とお父さんの名前、どこから来たかと、娘さんの特徴や服装などを教えてください。すぐに放送を入れますから。冷や汗を拭いながら、一つ一つ答えていった。するとそこへ、なんと、あの新藤課長が走ってやってきたのだ。新藤課長？どうしてここに？山下さん？いや、今日家族で遊びに来てたんだけど、息子が突然いなくなっちゃって、それで探したんだけど見つからなくて。山下さんこそどうして？うちも同じです。娘が一瞬目を離したらいなくなってて。
すごい偶然だが、今はそれより子供たちを探すことが優先だ。するとそこへ俺のスマホが鳴る。霞からの着信だ。もしもし、いたわよ。それもなんと新藤さんのとこの息子さんと一緒に。え、わかった、すぐ行くよ。どこ？駐車場に戻ってきてるわよ。笑っちゃうのよ。さっきあなたが指さしたプロポーズの場所に行ってたんだって。俺は力が抜けた。新藤課長にも謝り、管理事務所の駐在員にも頭を下げて車へ向かった。新藤課長の入退院を繰り返したという息子さんは今ではすっかり元気になって、由美と同じ小学校の同じクラスで家族ぐるみで付き合うようになっていた。今日は奥様と下の子は留守番で、新藤課長と息子さんの二人で海に来ていたそうだ。由美は新藤課長の息子さんを見つけて、二人で一緒に例のプロポーズの場所に行っていたのだと。由美、一人でどっか行くなっていつも言ってるだろう。一人じゃないもん、新藤くんと言ったんだもん。なら付け加える、子供だけでどっか行かないこと、わかったか？はーい。無事に二人とも見つかり、大人たちは安堵した。その後、夕暮れ時の海も日が完全に沈む前にバタバタと慌ててみんなで見に行った。霞の乗る車椅子は砂浜でもへっちゃらで進むことができた。新藤課長もそれを見て、さすが我が社の製品だな、と誇らしげだった。夕暮れの景色はあの頃と変わらず綺麗だったが、終始賑やかで、それが楽しくて、まるで初めて見るような暖かい景色だった。新藤課長と息子さんに挨拶して、それぞれ帰路に着いた。帰りの車内で、由美は少し反省したようで、最初は静かにしていたが、すぐにいつもの調子に戻って、歌ったり喋ったりしていた。あのね、新藤くんがね、結婚してくださいって言ってくれたんだ。俺は運転しながら飲んでいたお茶を吹き出すところだった。それを見て、霞は大笑いした。新藤くん、やるわね。嘘だろう？課長と親戚？まさかの偶然が重なって、人生ってわからないものだなと思った。向こうの社内はどんな話をしているんだろう。今度会ったら真っ先に聞いてみよう。そう思った。数日後、俺は社長に呼ばれ、社長室へ向かっていた。失礼します。お疲れ様です。うん、お疲れ様。どう？調子は。はい、おかげさまで。みんな安定して休暇も取れているし、ワークライフバランスが保たれています。そうか、それはよかった。昔を思い出すと、あの時は本当にしんどかったけど、頑張ってきてよかったと思うよ。自分も同じ気持ちです。社長は椅子から立ち上がり、俺に向き合う形になった。あの話だろう、と予想はできていた。これまでも頼まれていたが、家庭のことを考えて断っていた。専務の職に就くことについてだろう。お、その顔は決心がついたか？はい、家庭の方も落ち着いて、仕事も区切りのいいところに来ています。自分も会社のために進んでいきたいと思っています。改めてよろしくお願いします。山下くんはずっと俺の右腕だよ。頼りにしてる。これからもよろしくね。俺は頭を下げた。家に帰り、今日のことを報告すると、霞はおめでとうと喜んでくれた。
由美はまだよく分かっていないようだったが、かすみの笑顔につられて、多分いいことがあったんだろうと一緒になって喜んでくれた。また新たな仕事に出会えるチャンスだろう。これまでの生き方も好きだったし、これからの生き方もきっと好きになれる自信があった。子供がいる人もそうでない人も、障害のあるなしや性別の違いも、それぞれ違う能力や特性の中で精一杯毎日を生きている。そんなみんながこれからもっともっと働きやすい職場を目指して、俺は専務として邁進しよう。そして関わるすべての人の幸せを見届けたいと思った。もちろん小さな二人の天使たちの行く末も。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。